みやこさんピカピカありがとう。ひろひねさんもハートありがとう。かっちゅうさんもハートありがとう。やっほー、始まりました。第2弾奥原ひなこの第2弾。なんとですね、この時間にお風呂入ってきました。よいちさんハートありがとうございます。エイプリルフール終わったよって。で、ご飯食べてないなんてかっていうと、お風呂入ってたから。ちょっと待って、これうるさいかな。クレアさん音符ありがとう。クレアさん音符ありがとう、たくさん。え、エイプリルフール、ワンタンメンさんピカピカありがとう。今日エイプリルフールだったじゃん。みんな嘘ついた？ちなみに私は嘘ついてない。ちゃんとお風呂入るなんて偉いだって。偉いでしょ。奇跡で溢れていた。ショートさんチューしてありがとうございますそう、ちょっとね、松地病院ってなるね。そう、なんか午前中だって嘘ついていいみたいなさ、決まりあるよね。あれ何なの、そういう言い伝えなのかな、わかんないよね、本当のことが。あ、遊んでます、私の足で。あ、くすぐったーいくすぐったーい。よしひろさんえらい、ありがとうございます。ゆうやさんポップコーンありがとう。そう、みんなにね、そうだ、なんか聞きたいことあったんだ。やばい、普通にさ、ゆうやさんハートありがとう。普通にさ、大学のさ健康診断が、まあ、あるんだけど、あのなんか健康診断でさ、なんかMR 線みたいなない。ピンクカメラさんピカピカありがとう。MR 線、なんて言うんだろう、あれ何って言うんだろう。MR 線みたいなない？なんか、レントゲンかな、レントゲンっていうの、なんかない、なんか大学かなんか行ってた人で知ってる人いないかな。X 線だ、 X 線、あ違う、あ X 線かな。あ、待って、 X 線のさこと聞こうとしたけどダメだ、みんなに聞いたら。なんか今聞こうとしてたのは、普通にあの健康診断でその X 線っていうのがあって、それってなんか服装がね決まってる、なんかこれはダメとかこれはいいとかっていうのが決まってるんだけど、でさ、女子ってさ、なんかその決まってるけどさ、男性に聞いてもあれだったわと思って、聞く人間違えたどんな話だよって、何の話だよって。あ、そう、金属ダメ、あ知ってるの、金属はダメとか知ってるの。あ、じゃあ別に間違えてないか。そう、それを、ね、聞きたかった。痛い、足噛まれて痛い、足めっちゃ噛んでくる。あ、知ってるな、なんで知ってるの。じゃあ別に聞いてよかったんだ、教えて教えて、どんな格好で行けばいいの。
ボタンはダメ。え、シャツでいいの？なんかさ、誰かがさ、ヒートテックでいいんだよねみたいな感じで痛い言ってたんだけどさ、痛い、マジでこの人めちゃくちゃ噛んでくる、痛すぎる。え、ヒートテックでもいいの？え、てか下着はつけないの？じゃあえ、なんか 1,2 年もやったんだけどさ、覚えてなくて、どん自分がどんな格好で行ったのか。でもさ、それをみんなに聞いてるさ、面白すぎん？みんなに聞いてんの。え、待って、じゃあかな、何、金属がついてないあれに T シャツ1枚だったら OK ってこと？ちょっとおもろいね、なんか私よりみんなの方が詳しいってのがおもろい。着替えたりする、あ、着替えたりする。え、そう、お姉ちゃんにもね聞いたのさっき。マンモグラフィーってなんか聞いたことある。なんかさ、何歳かになったらさ、健康診断しないといけないよね。健康診断じゃない、人間ドック待って、目を離した隙に、なんでさ、ま、年齢が上がると検査が増える。なんか人間ドック、なんか胃カメラとかするでしょ、みんな胃カメラチャンネルするでしょ。あれとかしたことあるの？もう怖いって思わないの？思わないか。もう慣れてるでしょ。めちゃくちゃ。プチ。いなくなった。バリウムまずいよだって。え、どんな味？どんな味かだけ教えてもらっていい？プチ、おいで。あらららら、走ってきたね、かわいい。あら、健康診断チャンネル健康診断チャンネル解説しようか。ゲップを抑えられなさそうだって。奇跡で溢れて足りないよ、私の名前を呼んでくれた。バリウム、やだな。私もでもさ、しないといけない時が来るんだよね。きついな。ピンクカメラさん、ピカピカありがとう。
みんなはもうした、もうまだまだな、まだか。バリウム飲んだら便秘になるみたいだって。便秘はダメよね。バリウム飲んだら下剤飲むんだよ、だって。え、マジでそんなやばいの。ライズさんピカピカありがとうございます。バリウムはしばらく苦しそうなイメージ。マジで苦しいの、やだ。なんかさ、髪の毛ボワってなってるんだ。たまちゃん、うま、ありがとう。風とみとさん、ペンライトありがとうございます。30ぐらいからでいいんじゃない、人間ドックだって。確かに30ぐらいでいいか。ちょっとやっぱりゲージに入れてくるね。あら、一人で何してるの、おいで。今ね、お休みタイムかもしれないけどね、ダメなんだよ、遊びすぎはダメなんだよって。あ、これも遊びすぎはダメなんだよって。明日のね、配信はね、ちゃんとメイクしてるヘアコン見れると思う。たまちゃんピカピカありがとう。ちゃんとメイクしてるヘアコン見れると思うので安心してください。ごめんなさいね。メイクの人は可愛いからいいのよね。嬉しい嬉しいね。危ないでしょ、あなた。危ないよ。んどうすんの、どうすんの。鳴き声可愛いね、本当にバブちゃんって感じ。バブちゃんねえ。こんな感じです。嫌がってて草めっちゃ嫌がってる見て、やばい、めちゃくちゃ嫌がってるんだけど。プチプチ、ほら見てて、ほら、すっごい嫌がってる。ほら、 BBB さんハートありがとう。ハクロウさんもピカピカありがとう。ほら、めちゃくちゃ嫌がってる。嘘でしょ、嘘でしょ。ちょうだいはね、しないんだよね、多分まだね、赤ちゃんでちからにゃんちゃんはするんだけどね。生まれたかさん、あたありがとう。みんなにこんにちはって。あららら、お顔がチュルチュルでちゅね、かわいいでちゅね。チュルチュルし、なんかすごい光がすごい。あら、チュルチュルちてつ、かわいいでちゅね、かわいいね。チュルチュルちてるね。みんなに配信されてるんだよ、びっくりだね。眠たいね、ほんで。
たくさんありがとう。生まれて2ヶ月、この方多分ね、今抱っこしてるんですけど。あ、グランツさん、えらいたくさんありがとうございます。だからこれね、下にね、多分ね、降りたいと思うんだよね。ね、抱っこじゃなくて一人で探検したいんだと思う。でもね、一人だと何するかわからないでしょ。ピンクカメラさん、ビカビカありがとう。生まれてきたその瞬間に私、そう、いつか出会える、みんな明日は何するの？あ、あれか、お仕事チャンネルかな。さすがにお仕事チャンネルですよね、皆さん。ひろゆきにさん、ビカビカありがとう。デート？誰と？いつ？どこで？いつ？どこで？誰とデートするの？しつこい女。一条寺ひかるさん、ピカピカたくさんありがとう。仕事だって、お仕事って夜はリサイタル。リサイタルってなんだ。お出かけ。一条寺ひかるさん、ハートありがとう。メンヘラ、ん、メンヘラって何？メンヘラとデートってこと？え、どういうこと？ひなか結婚しないの？だって私結婚できるかな。結構そこが重要じゃない？で、泣きわめいたんだ。プチプチプッチー、おいで。なんだ、かわいい。はい、おいでって言ったら走ってくるの、やばくない？かわいい。癒し。できると思うよ、だって。だよね、できるよね。ん？誰でもいいなら、ね、誰でもよくないよ。プチ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 、おいで。カッチーさん、星ありがとうございます。たくさんありがとう。トイレはできて、トイレしましたよ。相手に絶対譲れない条件は、だって、
譲れない条件、え、どういうこと、例えば何、例えばどういう系。ピンクカメラさん、ジジありがとう。にゃんこさん、ピカピカありがとう。嬉しい、7万5000ポイントもいってる。ありがとう、みんな嬉しい。これだけはしないでほしいとか、あーなるほどね、年収1億とか、これだけはしないでほしい。え、なんだろうな、え、なんだろう、これだけはしないでほしいとか別にないかもな。なんか大事にしてくれれば浮気、あ、浮気、浮気しない、あー落ちる、浮気しない、これ大事じゃない。あらららら、泣いてますね。浮気じゃない、浮気自分はしないよ、だって。どうかな、ひなこ浮気するけどね。え、どういうこと、しないよ、うちはオッケー、うちはオッケー、うち浮気はダメ、したことないな。だって本当かよ、ありそうやな、その感じその感じありそうやな。消えてしまいたいって泣きわめいたの。毎日配信するの、毎日配信します、します。 ダブル不倫しそう。ダブル不倫ってどういうこと、どんな場所でプロポーズされた。え、場所か、ロマンチックなとこ好きになったら一途だって、一途一途。なんか暗いなと思ったらここがついてなかったんだ。どっちも不倫すること、あー旦那さんも女のさん、旦那さんも嫁さんもってこと。あ、ダミチンさん、風船のクマちゃんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。ねえねえ、 iPad って充電なくなるの早いね、本当に。こんな可愛い奥さんいたら浮気なんてできねえよ、だって。本当かよでも浮気って何のためにするの。ピンクカメラさん、ピカピカありがとう。ジャーキーさんもだるまありがとう。好きな人が結婚してたら、え、そんなのもう諦めるしかないでしょうよ。あ、おめでとうって。なおなおさん、ハートありがとう。風とみどさん、ピカピカありがとう。どこからが浮気、なんかさ、浮気のさ定義みたいな。ちなみにみんなはどこからが浮気？なんか人によってさ違うじゃん。女の子と全然あのお食事行っても言ってくれればいいよみたいなさ人とかいるじゃない？みんなはどこからが浮気？みんなの価値観を知りたい。休憩って何？浮気は結婚してる人にしかないと思ってるよ。どういうこと？何も報告なく会うとか。
それはダメだね。手をつないだら浮気かな。可愛い。ほんとそうよね。なんか可愛い、みんながいろいろ言ってるの。体が触れたら。ちょっと待ってよ、おもろいな、さすがに。ダブブーさん、ハートありがとう。たくさんハグから別のお宝と順番に言ってたら、あー、そういう動きだね。あー、なるほどね。でも結構割と、うん、そうだね。私もみんなと同じかも。まあ大体そうか。やるかやられるかだね。だってでもさ、やられた方はさ、一生消えないんじゃない？一生恨むでしょ。8時？本当だ、8時だ、早い。消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。ほら、アイロンしたらこんなにも違うんだよ、みんな。どう思う？別に気にしないだって。え、どういうこと？浮気されても気にしないってこと？え、どうなってんの？まぼろしさん、ハートありがとうございます。にゃこさん、結婚してありがとう。ゆめさんに浮気されて離婚しました。だってそれはですね、もう正解です。別れるっていうのは、別れましょう。そんな人とは別れましょう。浮気された方が逆に燃える。ええ、ダメチンさん、ハートありがとう。浮気されて別れましただって。あ、マジ？てか浮気されたらどうする、みんな。じゃあみんな浮気されたらどうする？なんか恋愛話みたいになってない？これ浮気されたらみんなどうする？でマダカセプリンスさん、ポップコーンありがとうございます。一回でもダメだって。ダメだって、ダメやろ。倍返しだ。だってもう会わない。たまにはいいやんな。いろんな人がいるな。とりあえず締め上げる。ちゃんと振ります。終わりだね。もうしないって言ったら許す。殴る。けじめを取らせる。なるほどね。まあいろんな人がいるよね。なるほどね。浮気の度合いによるって。マジか。今そうなんだけどさ。清夏さん、風船くまちゃん、たくさんありがとうございます。ありがとう清夏さん、ありがとう。いや、私はね、みんなと違うかな。私はされたらみんなとは違うね。みんなとは違う。なんか許すって人もいるかもしれないんだけど、私は違います。私は切るよね。切る。なんかまださ、そんな経験がさないからさ、わかんないけどさ、これ今後ね、どう転ぶかなんて、どう転ぶ、どうなるかなんてさ、わかんないじゃん。今後ね、もしかしたら私にもあるかもしれない。え、どこだって。え、わかるよね。え、わかるよね、みんな。
私だったらね、わかんないけどね、その時にならないとね、さすがにね。虹色のサラさん、流れ星ありがとう。切った後はだって、切った後、あ、切った後、切った後は切った後どうするってどういうこと？どっちをどうするってこと？どっちをどうする？どっちのこと言ってる？取れた方、あ、取れた方ね。取れた方はそうだな、トイレに流す。こういうさ話はじゃ間違えてるよね。間違えた、話変えよ、話変えよっか。話変えよっか、話間違えてるわ完全に。そっちが始めただろ。は？あ、私だっけ始めたの。YouTube で記念日見てファンになりました、だって。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。見に来てくださって。ありがとう。その瞬間に私消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。のりさん、ピカピカありがとうございます。宇宙ひかるさんもハートありがとう。天ぷらにしたら美味しそうだって。確かに、なんか鼻にさ、今年が医学部3年生ですか。そうですね、3年生になりますね。ピンク仮面さん、ピカピカありがとう。また切ったよ、変な名前。その名前攻撃なに、ほんとに。ダメマイさん、誰もありがとう。カオさん、かけハートありがとうございます。カップレさん、ポップコーンありがとうございます。ポップコーンの名前が今全然思いつかなかった、焦った。普通になんだっけってなった。消えてしまいたいって泣きわめ。うまかっちゃん食べない。うまかっちゃんって食べたい。ラーメンは何味？私醤油が好き。あ、ごめん嘘ついた。味噌。ひなこちゃん嘘ついたって、あ、今嘘ついた。味噌が好きなのに醤油が好きって言った今。なんか私さ、癖っ気だからお風呂上がりにこういう感じでね、なんていうのかな、アイロンするのね。
で、そしたらね、アホジがいっぱいビョン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 立つの。アホジが出てくる。髪細い、私髪の毛細い、マジで細い。太い方がいいよね、絶対に。猫っ毛だと思う。画面越しじゃあんま分かんない。確かに分かんないよね、画面越しだと。消えてしまいたい。あ、UT ゼータさん応援してる、ありがとうございます。ありがとう。髪色落ちてね、私髪色落ちてるのめっちゃ早いんだよね。なんでなんやろうか。ね、でさっきのさ話戻るんだけどさ、そのさ X 線みたいなやつってさ、ヒートテックでもいいんだっけ。話戻っちゃって本当にごめんなさい。ヒートテックでもいいんだっけか。ヒートテックでもいい、あ本当に OK。 無地のさシャツってことでしょ。じゃあさ、清夏さんピカピカありがとう。そう、えってことはさ、ヒートテック着るじゃん、でその上にさ普通の服着るじゃん、でレントゲン撮るってなったら、その普通の服は脱いでヒートテックだけで受けるってこと。でその普通の服もあれだ、なんて言うんだ、あヒートテックだけでじゃあできるんだ。ふん、え本当にヒートテックでいいんだね、信じていい。ヒートテックがダメなのは MRI 検査。え MRI 検査じゃないのかな、私のやろうとしてるやつ。今の時は暑いね、暑いよねヒートテック。えじゃあさ普通の黒の無地の服は、普通の服だけど黒の無地の服はどう。じゃあさ、私が今から見せる服オッケーかダメかなって判断して。ごめんね、めんどくさくて。まあ例えば、これえ、下は何でもいいの？下は何でもいいの？
でね、こういうのがついて袖に。普通のこんな黒の無地の服で、袖だけがこういうのがついてる。袖は関係ないよね。え、下も OK？ そのヒートテックダメだったらどうし、なんかさ、リトルフォレストさん、ハートありがとうございます。下履いてれば何でもいいだって。あ、下は何でもいいんだ。じゃあ大丈夫か。いや、などこのレントゲンって、なんか大学でやるんだよね、健康診断のその一部の中にこの検査をしない。へそピとか取ってないって。へそピはしません。してもしませんというか、してません。見た目では OK っぽい。でもさ、これで OK じゃなかったらさ、どうしようって思わん。キヨナツさん、あ、欲しい、ありがとう、たくさんありがとうございます。ヒートテックダメなところもあるみたい。え、待って、どうしよう。ちょっと待って、なんか書いてないのかな。なんか書いてそうじゃない？どんな服装でとか。もうさ、始まっちゃうんだよ。困るって。ナミチンさん、流れ星ありがとう。どうしようかな。まあでもなんとかなるよね。なんか一応念のためにとかさ、持っていっといた方がいいのか。難しい。あ、待って、私さ、重要なことを忘れていた。実はですね、今のさ期間さ、履修登録をしないといけない時期なんですよ。みんな知ってる？いいや、充電器持っていこう。履修登録、めんどくさいよね。だってそう、あれってなんでさ、めんどくさいの、あんなに。これ30分になったら終わりますね。だから25分とかにランキング読んじゃおう。一応ね、オーバーしたら怖いからね。現状フルタイム取れてるの。だってちょっと画質悪くなっちゃったかな。ヒートテックとか禁止されて、禁止、え、何これ。あ、あゆちゃん、何これ、なんて書いてあった今。守りたいこの映画だって。ありがとうございます、ありがとう、あゆちゃん。ハレンチさん、ハートありがとう。
あともう6分ぐらいで終わっちゃうんだけど、6分ぐらいしたら25分だったらランキング読む。早いね、意外と時間経つの早かった。でちょっと熱くなっちゃった。余裕持ってね、怖いからね、オーバーしたら。食べました、ハートありがとう。アリちゃんと最近会いましたか？会ってないですね、最近。第二外国語とか大丈夫だって。やばいよ。やばいよ。食べました、ハートたくさんありがとう。そう、履修登録の時期です。清夏さん、流れ星ありがとう。髪染め、え、そうなの？髪染めたんだ、知らなかった。染めたんですね。一輪きついよね、だってね。一輪あるかな、まああるよね、そりゃ3年生前期ですけど、まあそれあるよね。猫なの？え、どういうこと？猫なのって。早いね、あっという間に。おすすめの授業とか教えてくれるの？だって。なんかでもとりあえず必修はさ、取らないといけないから。おすすめの授業か、教えてくれる。うん、そう、これがおすすめだよとは言われないけど、別にもう自分たちで好きな授業を取ったりしてって感じかな。レポート入って待つ派だって。レポートが好き、テスト嫌い。おすすめの教授の授業はもうないんだって。どうだろう、なかった気がする、3年前期。ひなこちゃん理系だって。私文系だと思う。お願い、いつまでも。パソコン持ってるよ、そこにある、そこ。医学部じゃなかったのか、だって理系です、理系、めっちゃ理系です。理系です。嘘が徹底されてなくてクソだって。それな、医学部って言ってんのにさ、文系とか言って。そう、必需品だよ、パソコンもね。レントゲン前に金属類食べたらレントゲン写真に写る。金属類食べれなくないか。奇跡で溢れて足りない。ちなみに東大は2年生で第二外国語終わってます、だって。え、おかしいな。え、待って、10万ポイントいってる。やったー、みんな10万ポイントいったよ、ありがとう。みんなこれ30万ポイントいったらさ、オリジナルアバター作れる、獲得権獲得するらしい。だけどもう10万ポイントいってるから、あと20万だ。ありがとう、みんな嬉しい。差がついたね、だって。ほんともう配信してないのかな、この2位の方とかは。怖いねこれさ、明日になったらさ、あの追い抜かれてる説全然あるよね。明日起きたら抜かれてる説全然あるよね。7日までなので。
まだ初日だから油断禁物。え、本当にそう、最終日とかやばそうだね。卒業したら奥原クリニックを会員してほしいだって。任せてください。私のね、あの治療はね早いですよ。10分で終わります。どんな病気でも。ランキング見ますだって。はい、25分だった。13位風と海田さん、ありがとうございます。12位 WY さん、ありがとうございます。11位一条寺ひかるさん、ありがとうございます。10位にゃこさん、ありがとうございます。9位カップーレさん、ありがとうございます。8位ショートさん、ありがとうございます。7位ダミチンさん、ありがとうございます。6位カッチーさん、ありがとうございます。5位 UT ゼータさん、ありがとうございます。4位グランツさん、ありがとうございます。3位ヨシヒロさん、ありがとうございます。2位あゆちゃん、ありがとうございます。そして1位はキヨナツアットマーク、今日も明日も明後日も強化おじさんでした。キヨナツさん、ありがとう、ありがとう。よし、ということで見に来てくださってありがとうございました。10万ポイントももう獲得してて超嬉しい。ありがとう、みんなラブ。明日は8時からします。夜の20時。待って、もっと早くしようか。そうだな、19時にしよう。19時にします。19時。それでは見てくださってありがとうございました。19時ね。それではありがとね、みんな。早めのおやすみ。ありがとう、また明日ね。バイバーイ。